勝浦のハイパーキング、その1。勝浦の崖っぷちにあるハイパーキングの向かいにあるトイレで霊体験しました。勝浦に釣りに行った時のことなんですが、急に腹痛を起こしてしまいまして、ちょっと不気味だったけど、まだ新しいトイレみたいだったので入ってしまいました。時間は午前1時頃。用を済ましてトイレから出て手を洗っている時のことです。ふと鏡を見てみると、背後に目を思いっきり見開いた女がいました。思わず、うわっ!と声を上げて振り返ると、まだいるのです。しかも、その女は小さな男の子を連れていました。その時は男の子がトイレに入るのに付き添っている母親だと思い、そのトイレを出ました。車で待ってた友人にそのことを話すと、自分以外にトイレに入った人はいないと言われました。そして、二人で再びトイレに入って調べてみても、誰もいませんでした。もう二度と、あのトイレには行きません。勝浦のハイパーキング、その一。メモと子供。つい先日の話。うちは競売にかけられた不動産の調査を請け負っている会社なんだけど、この間前任者が急に会社に来なくなったとかで、やりかけの物件が俺に回ってきた。まあ正直、うちの会社はとある筋の人から頼まれた訳あり物件を取り扱うようなダーティーなとこなもんで、こういうことはしょっちゅうだから大して気にも留めず、前任者が途中まで作った調査資料というか汚ねえメモ書きを持って遠路はるばるクソ田舎までやってきたわけです。その物件はかなり古い建物らしく、壁とか床とかボロボロで、あちこちにひびが入っていたり、湿っぽい匂いがしたりで相当テンション下がってたんだけど、まあとにかく仕事だからってことで気合い入れ直してせっせと調査を始めたわけですわ。1時間くらい経った頃かな。ふと窓から外を見ると、一人の子供が向こうを向いてしゃがみ込んで何やら遊んでいるのに気づいた。よそ様の庭で何勝手に遊んでんの?って注意しようかと思ったけど、ぶっちゃけ気味悪かったんだよね、その子。なんか、覇気がないというか、微動だにしないというか、一見すると人形っぽいんだけど、しゃがんでる人形なんてありえないし、でもとにかく人って感じがしなかった。クソ田舎だけあって、あたりはありえないくらいに静まり返ってるし、正直少し怖くなったってのもある。建物の老朽化具合から見て3年はほったらかしになってる感じだったので、そりゃ子供の遊び場にもなるわなと思い直し、今日は遊んでもよし、と勝手に判断してあげた。人んちだけど。で、しばらくは何事もなく仕事を続けてたんだけど、前任者のメモの隅の方に、台所がおかしい。って書いてあった。調査資料はその書き込みのほとんどが数字、まあ部屋の寸法等なので、そういう文章が書いてあることにかなり違和感を感じた。で、気になって台所の方へ行ってみると、床が湿ってる以外は特におかしそうなところもなかった。でも向こうの部屋の奥にある姿見っていうの?全身映る大きな鏡に子供の体が少しだけ映ってた。暗くてよくわかんなかったけど間違いない。さっきの子供だ。そうか、入ってきちゃったんだなぁとぼんやり考えていたけど、ほんと気味悪いんだよね、そいつ。物音一つ立てないし、あたりは静かすぎるし、おまけに古い家の独特の匂いとかにやられちゃって、なんか気持ち悪くなってきた。
座敷わらしとか思い出しちゃって。もうその子を見に行く勇気とかもなくて、とりあえず隣にある風呂場の調査をしようというか、そこへ逃げ込んだというか、まあ逃げたんだけど。風呂場は風呂場でまたひどかった。多分カビのせいだろうけど、きな臭い匂いとむせ返るような息苦しさがあった。こりゃ長居はできんなと思ってメモを見ると、風呂場は一通り計測されてて安心した。ただその下に、風呂場、やばい、って書いてあった。普段なら、何それ、って感じだったんだろうけど、その時の俺は明らかに動揺していた。メモの筆跡が書き始めの頃と比べてどんどんひどくなってきていたから、震えるように波打っちゃってて、もうすでにほとんど読めない。前任者はなんで会社に来なくなったんだっけ？病欠だったっけ？必死に思い出そうとしても、ふと周りを見ると、閉めた記憶もないのに風呂場の扉が閉まってるし、扉のすりガラスのところに人影が立ってるのが見えた。さっきの子供だろうか。いろいろ考えてたら、そのうちすりガラスの人影がものすごい勢いで動き始めた。なんていうか踊り狂ってる感じ？頭を上下左右に振ったり、手足をバタバタさせたり、くねくね動いたり、でも床を踏みしめる音は一切なし。めっちゃ静か。人影だけがすごい勢いでうごめいている。もう足がすくんでうまく歩けないんだよね。手がブルブル震えるの。だって尋常じゃないんだから、その動きが人間の動きじゃない。とはいえ、このままここでじっとしているわけにもいかない。かといって扉を開ける勇気もなかったので、そこにあった小さな窓から逃げようとじっと窓を見てた。レバーを引くと手前に傾く感じで開く窓だったので、開放部分が狭く、果たして大人の体が通るかどうか。しばらく悩んでたけど、ひょっとしてと思ってメモを見た。なんか対策が書いてあるかもと期待してたんだけど、やっぱりほとんど読めないし、かろうじて読めた一行が、顔がない。だった。誰の？その時その窓にうっすらと子供の姿が映った気がした。多分真後ろに立っている。いつの間に入ったんだよ。相変わらず何の音も立てないんだな、この子は。もう逃げられない。意を決して俺は後ろを振り返る。そこには、なぜか誰もいなかった。会社に帰った後に気づいたんだけど、そのメモの日付が3年前だった。この物件を俺に振ってきた上司にそのことを言うと、あれ、おかしいな。もう終わったやつだよ、これ。と言ってそのまま向こうへ行こうとしたんで、すぐに腕を掴んで詳細を聞いた。何でも顔がぐしゃぐしゃに潰れた子供の霊が出るというヘビーな物件で、当時の担当者がそのことを提出資料に書いたもんだから、クライアントが「そんな資料はいらん」と言って突き返してきたという曰く付きの物件だそうだ。清書された書類を見ると、確かに顔がないとか、風呂場やばいとか書いてあった。まあこういった幽霊物件は時々あるらしく、出ることが分かった場合は備考欄にさりげなくそのことを書くのが通例になっているそうだ。例の幽霊物件の書類も見せてもらったが、なるほど、きちんと明記してあった。なんで今頃こんなもんが出てきたんでしょうかね、と上司に聞いたら、まだ取り憑かれてるんじゃないかな。当時の担当者って俺だし。メモと子供。勝浦のハイパーキング、その2。勝浦の言わずと知れた心霊スポット、3パーキング。断崖絶壁の階段に霊が出るとの情報だが、実は3パー前の公衆便所に出る。男子便所に入り、用を済ませ、手洗ってる時に小さな子供を連れた女性の霊を目撃した。その女の顔ははっきり見えない。高速で、
頭を左右に振っていた。子供は3歳くらいの男の子。黒目がないのだが、ひたすらこちらを睨んでいるのがわかる。10秒ぐらいだろうか。全く動くことができず、声も出ない。女の霊は頭を左右に振っているだけで動かない。子供の霊は口をパクつかせ、俺を指さしていた。ちょうどその時車がトイレ前に止まって、霊は消えた。通勤路なのだが、あれから二度とあのトイレは使用していない。勝浦のハイパーキング、その2。はい、どうも。建物にまつわる怖い話、その1をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ゾウと申します。文字通り建物に関する、怖い話を集めたわけなんですけども、明確にどこって分かってる建物の怖い話だと、いつかちょっと行ってみたいなっていう思いはあります。今回のハイパーキングもそうですし、あと有名なので言うと、ある登山道の入り口にある駅にある、男性用のトイレに絶対に出るって言われてる場所があるらしくて、そこも一回行ってみたいなっていうふうには思います。学生時代、何回か心霊スポット巡るとか行ったことあるんですけど、全員ビビリだったので建物の中には入ったことなかったんですけど、一回だけ怖い体験をしまして、いつもとは違うメンバーで、あるマンションに行ったことがありまして、そいつは完璧にお化けを信じてないやつだったので、ずかずかとそのマンションに入り込んでいったんですけど、とても怖い体験をしました。お化け的なのか、人的なのかはちょっとわかんないんですけども、これはぜひ僕自身の話の時に話せたらなというふうに思っています。あともう全然関係ない話なんですけども、僕映画がすごい好きでして、昔映画検定っていうのを取ったことがあるんです。4級だけなんですけど、でも結構前にその、検定なくなっちゃったんですけども、ふらーっとちょっとネット見てみたら、キネマ旬報100周年記念で、最後の映画検定をやりますみたいなことが書いてあって、もうこれは受けるしかないなと思ってついさっき、予約しました。サンプル問題をちょっとやったんですけども、邦画が本当に弱くて、洋画だったらなんとなくわかるんですけども、邦画が全然ダメで、勉強ちょっとし直さないとなっていうふうに思っております。それでは、建物にまつわる怖い話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。